ばんは。ありがとうございます。今日は頭を良くしたいので、この知恵の輪をやります。私はすごくすごい知恵の輪が好きなんですよ。今知恵の輪集めてます。今日はねこれなんですよ。犬のアバターの人綺麗だよ、ありがとうございます。だるまのアバターの人帽子、ゆっちのアバターの人ハート、ありがとうございます。そう、知恵の輪すごく好きなんですよね。だからちょっとこれを撮ります。今日は見えてるかな、もうちょっと下がった方がいい。こういうね、こういう形なんですけど、こういう丸と丸がつながったみたいな感じなんですけれども、これをねやります。これ一瞬で撮れたらつまんないね。でも一瞬で撮れる気配がすごいする。やばい、もうやばい、もう撮れちゃう気がする。やばい、ギフトがいっぱい来てる。私のアバターの人レインボースター、うーん、私のアバターの人ハート、ポッキーのアバターの人かわいい、私のアバターの人ハート、オレンジの人服の人お化け、私のアバターの人ハート、名前でアバターの人だるま、ありがとうございます。でもね、知恵の輪はね、まあ究極言えばね、無理やり引っ張ればね取れないことはねないんですよ、結局。無理にやればね、待って、来た、
るつまんないつまらん。待って、ショールーム始めてから何分しか経ってない。20分からやばい、6分5分ぐらいで撮れちゃった。え、つまんない、つまんない、これやばい、つまんなすぎる。どうしよう、もっと難しい知恵のはどこで売ってる？終わったんですけれども。ああ、ハートありがとうございます。犬と華麗なアバターの人、やば、なんか簡単そうだなって思ってたんですけどね。まさか開始6分で撮れるとは思ってなかった。やばいね、もっともっと難しい、もっと難しいやつが買いたいです。やば、しかもめっちゃ簡単に戻せるし、もう戻ったし、しかもなるほどね。なんか今まで人生でやってきた知恵の輪の中で一番簡単でした。つまんない、何これ、びっくりした、自分でもびっくりした。やっててこんなことある？え、簡単なんだよ、つまんない。サイリウムのアバターの人、いいね、ありがとうございます。そら、もう一回ね、つけた後でもね、あれもう一回つけて外すのでさえも、あれあれ、あ、ほら、もう何回もつけたり外したりできますね。もう、え、つまんない、つまんないんですけれども、どうしよう、どうしたらいい、うーん、つまんない、死ぬほどつまらなかったですね。どうしよう、つまんないな、つまんない。みんなに見せたかったのに、もっとつまんないな。だって5分で撮れたらちょっと簡単すぎるな。ちょっとな、レベル1でしたねこれは。いやー、でも難しいですよね、知恵の輪さ。まあおもちゃ屋さんとかに売ってますけれどもさ、なんか知恵の輪の形見ただけでさ、どれがどのぐらい難しそうかなとかさ、ちょっとわかんないじゃないですか、見ただけだと。やってみないとさわかんないからさ、なんか難しいですね。なんかショックさえ覚えたな。メロンのアバターの方、なんか青いやつありがとうございます。つまんないな、びっくりした、びっくりしましたね、非常にね、はい。想像以上だった、想像を絶する簡単さ加減でしたね。ピエン、
ほどいた知恵の輪ってどうしたらいいんだろう。もう使い捨てなのかな、知恵の輪というものは。変だな、ちょっと。ただの針金、ただの針金になってしまいました。プリンのアバターの人、かわいいギフトありがとうございます。カレーのアバターの人、お疲れありがとうございます。いやーやだー簡単すぎた、終わっちゃった。これはもう二度とやらないでしょうね、この知恵の輪は。でもちょっと捨てるのはもったいないから、一回ちょっとこう戻して、捨てるのはちょっともったいないので、一度戻しまして、忘れた頃にもう一回やろう。今はもうちょっと覚えすぎた、ちょっと原理が分かったので、ちょっと私はメンバーにはやってもらいません。これは忘れた頃にね、もう一回やります。もう一回くっつけます。みんな頭良くなられたら困るので、他の人にはあげたくないです。これは私が頭良くなるために買ったものなので。あ、戻しましたね。これは戻して、忘れた頃にまた脳トレします。サイリウムのアバターの人、お疲れありがとうございます。頭はねちょっと良くならなかったですね。そう、メンバーに渡してね、メンバーがねますます頭が良くなったら、ちょっと私の立場がなくなるのでね。そうです、みんなには頭がこれ以上良くなられたら困るので、ちょっと渡しません。ハートありがとうございます。ペンギンさん。白い馬さん、ハートありがとうございます。いやもうこれはちょっと一回戻してまたね、くくりつけたので、お家に保管して忘れた頃にもう一回やろうと思います。それまでにちょっと知恵の輪新しいの買います。なんかおすすめのやつあったらね、教えてください。難しいやつがいいです。いやー簡単だったな、ちょっとショックを受けるほどの簡単だったのか、私の頭がちょっと良いのかですね。そうです、なんだかな、終わりちゃんちゃん終わってしまいました。びっくりしました。
悲しいほど5分ぐらい、まあ長く見積もって30分ぐらいはかかるかなと思ってて、そう思ってたんだけど、思ってたのと違った。ね、これはね、なんだろう、どうやったら外れるかなって考えてる時間が長ければ長いほど、なんか脳トレになると思うんですけど、5分ぐらいで外れてしまったので、なんか頭良くなった気がしなかったですね。ちょっと悲しさ悲しみが溢れてきました。もっと頭良くなる時間がいっぱい欲しかったですね。残念。ああ、もういいや。テロップも変えよう。テロップはなくていいや。テロップは削除。はい、驚きました。すごく、まさかこうなるとは思いもしなかったです。びっくりしました。とてもとても驚きました。強くいきますまた新しい旅に、新しい知恵の輪と巡り合う旅に出ていきたいと思います。この方は誰の、あー、このね、名前入りアバターなんか、名前入りアバターってあると思うんですけどね、すごいね、名前がちっちゃくてね、読めないからね、名前が入ってることはわかるんですけど、なんかペンギンがね、サンマを持ったね、アバターの人ね、ハートありがとうございます。そう名前がちっちゃくてね、読めないですね。わかりました。いや、絶望したというかね、ちょっともうちょっとね、脳を使いたかったなって思いました。全然脳がちょっと使えなかったです。脳トレできなかったです。それがちょっと悲しかった、悲しみポイントでした。でもまあしょうがない。また難易度難しいんだよね。難しそうな、なんか見た目でしかないからさ、ちょっとね、難しいよね。やってみないとわからないから難しいんですよ、その辺。非常に、まあしょうがないけど、諦めましょう。こんばんは、ありがとうございます。コメントくださって嬉しいです。見た目で難易度は分かる。そう、見た目でね、難易度はちょっと難しいですね。見た目で難易度難しい。一見これもなんかグニュグニュしててさ、難しそうに見えるっちゃ見えるけど、もっと
これ2個だけどさ、中にはなんか5、6個こうなんか輪がついてる、なんかパーツが2個だけじゃなくてさ、なんか4個5個とかあるやつもあったりするじゃないですか。だからまあそういうのの方が難しいかもしれないですね。2個だけだとちょっと簡単かもしれないから、5個とか6個とかあるやつね、探します。難しいよね、難しい、なかなか難しいです。わかんないけど、わかんないけどね。頭よくはなれませんでした。そうそうそう、解けないとストレス、解けなくてもストレスにもならないですけど、なんか解けないなって思うけど、まあでも解けないストレスっていうか、その頭をこう使ってる時間が長いほどなんか良さそうな気がしますけど、わかんない、長いほど頭良くなってる感じしますけど、ちょっと今日は慣れませんでした。アイス食べたらめっちゃ寒い、いやー寒いよね今日。もうそろそろさ、なんか秋服届かないとか言ってたけど、もう秋服どころかなんか上着が欲しいですね。そう、上着買いに行かなきゃって思いました。もうなんかそう、もう秋服とか言ってる場合じゃない気がする、冬な気がする。もうそうだから私注文したやつがさ、なんか届かない、まあ10月の末ぐらいに届く予定なんですけど、その頃にはもうなんか季節外れなレベルの服が届きそうな気がねちょっとします。寒いよね、そうめっちゃ寒いです。一昨日ぐらいから寒くなってきましたね。そうもうすごいなんかテンションがだだ下がりです。助けてくださいなんか5時半とかぐらいからもう薄暗くなってきて、5時半ってまだ夕方じゃないですか、夜じゃないのにさ、もう真っ暗、深夜ぐらいあの真っ暗になっててさ、もうすごいなんかそう夜の時間が長いというか、暗い時間が長いからもう気持ちが落ちちゃいそうになりますね。そうそうなんですよ、なんか太陽と友達なのでね、太陽がいないと悲しいです。そうフッピーは去年の秋冬服は断捨離してないんで、あるっちゃあるんだけどないっちゃないですねあるっちゃあるけどないじゃないんですよね。あるっちゃあるけどないじゃないんですよ。なんというか、オレンジの服のアバターの人なんだっけな。お化けありがとうございます。そうなんかあるはずなんですけど、なんかいつの間にか服なんかないんですよね。あるのか、寝ないのか、寝ないですね、ないです。なんだろうね、なんか私結構服にはそんなに興味がなくて、去年までもともとそんなにたくさん買ったりとかするあれじゃなかったんで、去年とかもなんかすごいなんか変な薄い服ばっかり着てて
今だから暑い服がないんですよ。だから今日もね長袖なんですけどね、なんか言われました、薄着ですねって。なんかちょっと難しいですよね。そうだからなんか同じ服を結構お仕事じゃない時は毎日同じ服着たりするんですよ。休みの日とかは絶対に T シャツしか着ないし、そしたらもうなんか服がね早く傷んじゃうんですよ。だからね去年のやつとかもね、去年冬服とかもまあお仕事がある時はたくさん着ますけど、そうなんかない時とかはお仕事がないっていうか、まあ、去年とかは12周年公演があったりとかこの時期したので、そうだからねほぼレッスン着で毎日過ごしてたんですよ。そうそうだからね毎日ね何着かをローテーションしてねレッスン着しか着ないっていうか、もう SK に入ってから、まあ、コロナ禍になったので最近は私服着る機会も増えたんですけど、コロナ禍になる前は365日中トーク会を除いて290日とか280日290日ぐらいはレッスン着しか着ない日の方が多かったですね。トーク会とか握手会の時とか他のテレビに出るお仕事とかだったり、なんか映像に残るお仕事の時だけ私服を着て、普段は毎日レッスン着みたいなのしか着てなくて、そうだからもうなんか服が傷むのが割と、あ待って、こんな手遊びしてたら取れちゃったよ、またせっかくくっつけたのにもう今下でこう喋りながらいじってただけで取れましたもんね、めっちゃ簡単だ。そうだからねなんかねそうなんですよ、だからそうなんですよ、だからやばいと思って去年じゃないや先月9月の終わりぐらいに秋服を大量にね、大量っていうかね、まあ、買ったんですよ、たくさんネットショッピングで。そうだけど届くのが1ヶ月後で10月の終わりなんですよね。だから秋に着ようと思った服は10月の終わりに届く、もうちょっとあと1週間ぐらいしたら届くんですけど、ちょっとねちょっと時期が悪かったちょっと時期がかなり悪かったな、すごい、もうちょっと早めに頼んでおけばよかったけど、でも8月とかに10月の気温考えて服買えないから、ね、困る。ハート100個ありがとうございます。あと1週間はだから薄着ですね。そう、街の目の街の人の目が怖い、怖かった昨日。すごい怖かった。なんで半袖を着てるんだって思われてる目をされてた街の人に、あの目はそうだ、みんな怖かった。オレンジの服の人、お化けありがとう。そうでも今日より昨日の方が寒かったかな、どうだろうか分かんないけど、今日より昨日の方が寒かった。今日もでも寒かったな、雨降ってた。そうでももっともっと寒くなっていったら
生きにくくなるな。毎日冬眠するしかない。冬眠するしかないですね。仕方がない、しょうがない。もう10時ですね。早いな。1日が経つのはあっという間ですね。みんな今日は12月くらいの気温だと言ってました。いやー、そうだよね、そうだよね。この季節ってちょっと難しいよね。私はでも結構暑がりの寒がりなので、夏はすごい暑いんですけど、冬は結構ちゃんと寒い人なんですよ。だからもう正直今あのダウンジャケットとか着たいんですけど、それもまた着てるとさ、街の人に変な目で見られると思うじゃないですか。この人真冬だって。でも結構ダウンジャケット着たいぐらいに寒いなとは思ってるんですけどね。うん、難しい本当に。困る。困るなというふうに思いますけど、なんかでも暑いのはちょっと耐えられる。まあ耐えられないけど耐えられるんですよ。まあ耐えられない、耐えられないんですけど、まあ我慢できるけど、寒いのは本当に耐えられないですね。でも私の最上級はもうあのカイロ2個ぐらい持っていくんですけど、うん、でも名古屋はまだもうちょっとあったかいかな。広島の実家とかはもう住めないですね。ストレスすごかった、寒すぎて実家にいる時のね、寒さのねストレスやばいです本当に。いや冬は実家に正直帰りたくないですよ。お正月とかさ、まあ帰りたいなって思うけどさ、寒さを考えるとさ帰りたくないなって思うぐらいのレベルで寒いんですよ。そうだから、まあ実家に帰るのも夏に帰れたら一番いいんですね。そうそう、こっちはまだなんか過ごせる寒さではあるけど、私のお家は過ごせないな。寒いからな。広島は寒いです。山が多いので関係あるかは分かりません。そうですね。ね、北海道はもう一生住めないかなと思いますね。北海道はもう住んでる人は本当にすごいと思う。スーパーサイヤ人と思ってます北海道に住んでる人は。うん、私はちょっと無理だ。でも逆に北海道の人は暑さに耐性がなかったりするのかな。うん、どうだろう。逆に寒さにはなんか慣れてる分暑さに弱いとか。沖縄行ったら、沖縄とか逆の暖かいところに行ったら逆に辛いとかあるんですかね。どうだろう、それは誰にもわからない、私にもわからない。沖縄も行ったことないし、北海道も行ったことがないのでわからないけれども、もしかしたら解けるかもしれない。北海道行ってみたいな。でも一回でいいから
夏に行きたいかな。北海道。冬はちょっと無理かもしれないけど、夏に行きたいな。もうそろそろこたつが、確かにそろそろこたつ欲しいですね。でも私ね、こたつあると一生ね出ないんですよね。おばあちゃん家とか行ってこたつの中に入ると朝から晩まで出ないです。お正月とかもう朝起きてからもうお布団とこたつの移動しかしないですもんね。こたつがあると朝起きておはようって言ってこたつで朝ごはん食べて、昼まで寝て、お昼ごはんこたつで食べて、あの夕方まで寝て、夜ごはんこたつで食べて、でベッドに移動して寝るみたいな。こたつがあると動かなくなっちゃう、病気にかかる。だからちょっとねダメかもしれない。今家に買ったらもうダメかもしれない。動かなくなる、きっと。そう、みんなはお正月結構アクティブに動く派ですかね。すごい元気な人とかはさね、なんかなんだろうな、日付変わった瞬間ぐらいからデパートとかに並んで初売りとか行ったりする人いるじゃないですか。そうだからさ、そういうのすごいなって思います。うん、人混みが好きでないのでね。そうこうなんだろう、初売りセールとかでわーって並んでる行列とか見たりすると、うわーすごいなって思いますね。そう、家でダラダラカープの特番を見るのが一番の楽しみ、本当に。カウントダウン公演、私でも SKE に入ってから結局1回しかカウントダウン公演経験したことないですね。そう、真夜中に歌って踊って、懐かしいな。研究生の頃の結局1回だけだったな。そう、1回経験したらもうコロナ禍になったのでね。そう、1回だけだったな、あれはやできたのは。そうですね。でもすごいよね、私結構バブだからさ、もう眠たくて仕方なかったカウントダウン公演。もう寝ながら踊りながら寝れるレベルで眠たかったの覚えてる。まああの時は研究生だったし、まだちょっとね、二十歳ぐらいだったし、まあ関係ないか、今もっと寝るかもしれない。本当にすごいなって思いますね。ヘアピンかわいい、ありがとう。そう、前髪がね伸びてきました。またそうなんだよ、なんか一回だけだった、本当にたったの一回だけでね終わってしまいましたよ。でも来年はね、寅年違うか、もう1年の中で干支なんか分かんない。今年は何年なんだろう、今令和何年かな、難しくて。本当になんか2000何年かなっていうのもちょっと分からないんですよね。なんか今年の夏ってとかさ、オリンピックあったじゃないですか。なんか今2021年だけど、まあ延期されたからなんか2020年東京オリンピックって表記になってるから、もうなんか頭がごっちゃになっちゃって、今年から。そう、なんか2020年なんですけど2021年なんですけど
2020っていう文字を今年すごいたくさん見たので、なんかなんだろうな、例えばなんかの受付とかに行ってさ、まあ、令和何年みたいなの書くときにそれ何年だっけとかさ、2000何年だっけって思ったりねするんですよ。わかんなくなっちゃってね。そう、結局ね聞いたりする、今って何年でしたっけって。そうそう、2021年かと思って、でもなんか2020年っていう文字見たからまだ2020年かってね思ったりとかするんですよ。すごい、そう、ちょっとなんかパニックになりますね。令和3年、そう、令和もちょっと難しいですよね。来年寅年か、来年私じゃああれですね、年女ですね。そう、年女です来年。ハートありがとうございます。そう、きっと多分一回絵取ってきたら12年後じゃないですか。え、絵取って何個あるのか、12ですよね。そう、だからさ、きっと SKE にいる中でさ経験するさ年女ってさ1回なんですよね。まあミレイちゃんとかだとさ2回経験できるかもしれないけどさ、あと入った年とかにねよって、なんか若い人とかはもっと若い人とかは2回経験できるかもしれないけど、私が経験できる年女は SKE に入ってる中では多分1回だけだと思うので、そう、来年だけだと思うのでね、いっぱいなんかすごいなと思いますけど、でもだからなんだと言われればだからなんだですね。ブルドッグのアバターの人、ハートありがとうございます。そう、だって24の次は36歳でしょ。36歳まで SKE でいたらね、もしかしたら2回できるかもしれないけど、まあでもほとんどはねみんな1回だけだと思うのでね、まあなんか素敵な経験だなと思いますけどもね。でも例年はカウントダウン公演で年女の人だけ着ぐるみかぶったりとか、なんかこうフューチャーされるがちですけど、でもどうだろう、今年はどうだろうね、コロナ禍はっていうのもあるから、うーん、どうなんだろう感はありますけど、そしたらまあショールームやらなんやらでお祝いしてください。私年女ってなんだろうって感じですけど、うん、みんな絵とって結構意識するのかな、どうなんだろう。私はなんかお正月の三が日ぐらいしか意識しない、三が日も意識しない、しないな、1日だけだな、そう1日だけだな、なんか年賀状のデザイン、なんか絵とって何なんだろうな、なんかこう結局なんか年賀状のデザインと、こう明けましておめでとうって言った瞬間にこう出たりする、なんか画像とか番組とかで出るのに使うって意識するだけで、なんか三が日とか過ぎたらその後なんか何年だなとか意識しないんですよね。うん、私全然今年が牛年っていうことも忘れてましたもん。そうですね、そうですよね。まあだから何年でもいいですよ。
でもまあ SKE にいるうちで越冬を経験するのはきっと来年だけだなと思うから、まあなんかそうですね、いいことが起こるんですかね、年女ってわかんないですね、わかんない、年男とか年女とかになるとすごい何になるのかって言われたらちょっとわからないですけれども、何になるんですかね、素敵なことがたくさん起きるのか、逆に悪いことが起きるから起きるっていうあれなのか、それさえもわからないけど、年女っていいよっていうことなんですかね、難しい、厄年なんだっけ、悪いことが起きる、厄年は悪いことが起きる、年女とか年男はいいことが起きるのかな、逆にどうなんでしょう、え、どうなんだろうな、いや、もわかんないな、厄年とかもあんまり意識したことなんかないけど、私の厄年っていつだったんだろう、厄年ってその決まりあるのかな、絶対みんな何歳みたいな、でも人によって違うのかな、あーわかんないあーわかんない、女性は19、33、37が、あ、そうなんだ、あ、じゃあ私一回厄年だった、19歳の時、20歳の年ってこと、19歳の年、20歳の年厄年、全然厄来なかったな、19になる年、20歳になる年、厄なかったな、役なかったです、19とか20歳の頃、うーん、逆に20歳の頃は結構いい年でしたね、きっとね、変化、あ、確かに変化起こった、 SKE に入ったのは20歳だったから確かに変化起こったかもしれない、でも悪いことは起こらなかった、物は、あ、でも物はなんか今に始まったことじゃないな、数え年で19だから満18じゃない、満 18? 嘘、18歳の時は高校3年生なんでも高校卒業する年ですね、特に役はなかったと思います、気づいてないだけかもしれません、それは誰にも分かりませんが、分かりません、でもなんかいつか神社とかに行って厄払いとかしてもらいたいですね、あとなんか普通に滝行みたいなのやってみたいです、それはまあずっと思ってることなんですけど、滝行は やりたいですね、ご利益がありそうなことをやってみたい、あ、そうだ、18ですね、そうだそうだ、なんか学校の先生がこう言ってた気がします、なんか受験の年、高校じゃないや、大学受験の日って厄年って言いません、え、言ってた気がする、誰か先生が、そう、高校受験の年が厄年なんですよ、みんな受験生、確か違うかな、
かんない、なんかそういうような話を聞いたことある気がする。だからなんかタイミング良くないねって。そう、受験の年なのに、やみんな受験生全員厄年だからちょっとタイミング良くないよねっていう話があった気がするようなないような。気します。パワースポット、パワースポット巡り、パワースポットなんか行ったことないな。パワースポットってどこにあるんだろう。愛知県とかにもあるのかな、わかんないですね。パワースポット行ってみたいですね。神社、神社いいですよね。神社行くの好きですよ。トトロが出てきそうな感じしますよね。いいよね。ああ、そっと。お花のアバターの人、ハートありがとうございます。愛知県ではパワースポットは分かんないけど行ったことないですね。そうだな。でもなんか直接なんか耐えるみたいなの方が自分に合ってる気がする。なんかこう何もしなく巡るパワースポットもいいかもしれないけど、滝行とか行ってなんか直接体にぶち込むみたいな我慢して勝ち取るみたいな、我慢して勝ち取るパワーみたいなタイプの方がなんか自分に合ってる気がします。お花のアバターの人、ハートありがとうございます。ごま行、そうごま行もねいいなって思うんですけどね、結構ね大変みたいです。あれはそうだからちょっとやめておきたいと思いました。そう、新井さんがねやってたんですよごま行。だからなんかなんかすごいなって思ってたんですけど、ちょっとね大変そうなので、ちょっとそれは難しいですね。ずっと前の話ですが、お正月に広島にいた時、厳島神社でお参りしました。厳島神社私は何回行ったかな、大きくなってから行った記憶がさらさらないんですよね。最後に行った記憶があるのは、いやもう本当に幼少期の記憶しかないですね。小学校の低学年とかに、なんなら幼稚園ぐらいな気がする最後に行ったの。幼稚園の時がと思いますね。そう、もう覚えてないけど、まあでも東京の人とかと同じ感じですね。観光地が地元にあると別に行かないっていう現象で、幼少期に行ったかなぐらいの記憶しか本当にないですね。そう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 、皆さんと一緒ですね。名古屋の人だとわざわざテレビ塔に登ったりしないとか名古屋の人だと何になるのかわからないけど、まあ東京の人とかがよく言うのは、まあ、東京タワーとかスカイツリーとか、なんか地元にあるからわざわざ行かないっていうやつの延長線というか、そういう感じで、なんか私もなんかあんま行った記憶なかったですね。そうそうそう、そんな感じだからね、
宮島もね、なんかあんま記憶がないんですよね。なんか最近の宮島はすごい新しくなったよとか聞くんですけど、鹿がいたことしかあんま覚えてないですね。だからちょっと記憶上書きをしに行きたいですね、宮島に。でも確かにすごい素晴らしい場所っていうのは分かってるんですけど、鹿の記憶しかすごくないですね。ちっちゃい頃に行ったのですごい鹿にいじられたなんか気がしますけど、あんま覚えてないです。スカイツリーは毎日ベランダから見えるから、いいな、すごいね。私も東京に住みたいですね、いつか。素敵素敵ね。そんなすごいな、東京好きなんですよね。すごいね。名古屋の人は名古屋城とか、いや行かないでしょうね。広島県に住んでても広島城行かないですもん。校外学習でしか行かない。校外学習っていうか、なんかなんだろう、そう、社会科見学みたいなやつでしか行かないからな。滝行は寒いからフッピーまで。いや、滝行はね、行けますね。そう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 。私もでも名古屋に初めて引っ越してきてから一回行ったかなぐらいですかね。でもなんか天守閣っていうか中には入ってるんで、外見しか見てない。見たことないんですね。外見というか中に登ったことないです。そう、鹿は怖い。鹿はね、怖くない、怖くないよ。鹿かわいいよ。じゃがりこみたいでかわいい。添乗員してたから広島には行きまくって、いいな。添乗員って何の添乗員なんだろう。バスか船かなんだろう。バスだったらすごいね。船もすごいか。なんか車酔うからさ無理だ私は。添乗員さんにはねちょっと慣れないですね。ね、だからすごいなって思います。そう、酔わないのかな。酔いそう。コンサート会場の近くにお城があると天守に登っちゃう。コンサート会場の近くにお城があると天守に登っちゃう。コンサート会場の近くにお城があることってあるかな。何、どこだろう。広島はあるな。グリーンアリーナの横にあるな。あとは何がある、何が、大阪城ホールとか。大阪城の隣にあるね。なでも名古屋ドームは近くないしね。あの名古屋城と、いや近いのか、距離感がちょっとわからない、ね、なんかコンサート会場の近くにお城があるのは広島と大阪ぐらいしかわからないんですね。東京ってお城ありますっけ？ないか。お城があるのって大阪と広島と奈良はないか。わかんない。熊本城ホール、熊本にもお城があるんだ。
私って大阪城ホール行ったことあるかな、ないか、あるか、ないか、あれ覚えてない大阪、大阪城ホールって握手会とかで行ったことあったっけ。大阪城ホールじゃなかったのか、覚えてないよ。大阪には結構よく行ってた記憶があった。あ、そうだ、インテックス大阪、インテックス大阪は何だろうね、分からない。インテックス大阪は確かによく毎回、毎年あった、毎回あった記憶がありますね。大阪城公園にも野外音楽堂があって開放で、あ、いいよね、野外音楽堂いいよね。渋谷にもあるやつだよね。広島だと福山とよく、え、何が、何が、岩国に推しはあるの、知らない。福山にも推しはあるの、知らない初めて知りました今。初知りですね。ちなみに広島県、岩国は広島県じゃなくて山口県な気がしますけれども、京セラドーム、京セラドームはないのかな。京セラドームは行ったことないと思います。そうだね、日比谷野外音楽堂でスキーもらうね、やりたい。 AKB さんがやってましたよねすいません、今くんには山口県すごい人の名前みたい、山口県みたいになって、山口県さん山口県さんですね、そう山口県、福山は駅前に白見える、うん、そうなんだ。まあでもね、よく福山行ってましたけど、うん、金沢だと金沢城近くに石川厚生年金会館があります。そうなんだ、行きたいです今度。姫路城行ったことないです。福山城は新幹線から見える、え、そうなんだ、見たことないな、気づいてないだけと思うけど、きっと新幹線に乗ってるときはスマートフォンを見ていますのでねあまり外を見ることがありませんね。うん、あんまりないです。ずっとなんか映画とか見てます、あの新幹線の中では。あんま外をまじまじと見ることないんですね。あと結構でもなんだろうね、うん、景色見るときはあるけど、新幹線って結構な割合でトンネルに入るからさ、真っ暗だからね結構、うん、あと結構なんだろうな、壁が高くて空、あの景色あんま見えない。見るときありますけど、結構トンネルに入るからね、うん、割とトンネルに入る。そうなんですよ。富士山見てしまう。富士山、ね、なんかいつの間にか通り過ぎてるんですよね。ね。そう、でも何回か見たことは
あるけどね、うん、富士山ね、新幹線乗ってきよう、 E か D で富士山見るよ。そのなんかわからないんですよね。 A、B が真ん中、三人席の真ん中っていうことはわかるんですけど、ね、A と C と D と E がどっちが窓側で、あのどっちがあの通路側っていうのはいつも運ですね。うん。私は窓側が好きですけどね。窓側が好きです。景色が見れるのと充電のコンセントがついてるので窓側が絶対好きですけど、まあでも難しいですよね。席をちょっと立ちたいなとか、まあ通路側にいる人より先に降りる場合すごい気まずいから、それを考えると通路側の方がいいなって思いますね。なんか通路側に座って三人席とかで通路側に座られてる人がちょっと寝ちゃったりしてて、でももう降りなきゃいけない駅に自分がなって、それで自分は窓側だった時に起こすのも申し訳ないけど、だから新幹線が鳴るアナウンスでこう目覚めてもらえたら嬉しいなって思いながらギリギリまで待つけど、起きてもらえなかった時に自分で声をかけてその起きてもらわないと通路に出れないっていう、あの気まずさがすごいですね。ドアは、まあ、窓側はいいけど、ちょっとそれが本当に気まずいさの鬼です。起こすのもちょっとかわいそうだな。だしそう、まあ自分がね通路側の時は全然起きるのはいいんですけど、なんか人にねちょっとあれは嫌だな。お花のアバターの人ハートありがとうございます。最新型の新幹線、最新型の新幹線ってあるの？何？知らない、最新を知らないです。気まずさすごく、そう気まずいですね、申し訳ないですね。 N700S、 いや分かんないですね、新幹線の形分からないですね。そう番号をつけられてても、なんか誰だったっけな、いつかメンバーがさ、のぞみがなどうとかこうとかみたいな、なんかなんだったっけな、あんま覚えてないんですけれども、犬のアバターの人花束ありがとうございます。全然覚えてないんですけれども、誰か同期の誰かと一緒に新幹線でなんか乗車変更をするってなった時に、なんかその時の時間から確かね1本次なんか5分後ぐらいかな、5分後ぐらいに新幹線が来るってなって、その次がまた1本目なの、現在の時刻から1本目と次のやつがあって、私は早く帰りたかったからこの次のやつにすぐ乗ろうって言ったら、いや時間的にはそっちの方が早いけど、なんか新幹線の種類がのぞみどっちかのこだま、なんだっけな、こっちの機種の方が早いからなんか一本待とうみたいなこと言って、すごい頭がはてなになったのを覚えてますね。違いが分からなくて、まあ止まる駅とかの話なのかな、なんか一本待ってもこっちの方が早いよみたいな、そうそう言われたんですけど、私はもうその現在の地獄からすぐ乗った方が早いんじゃないかなって思ったらね、そんなことなかったみたいでね、そうすごい驚いたっていうか、わからないんですね。うん、ちょっと覚えてない。
みんな詳しいね。私は何も知らずに、停車駅の数わかんないですね。停車しない方が早く着くのか。そっか。難しい、新幹線は難しいですね。特急と各駅、いや本当に難しい。新幹線一人で乗れるようになったのは本当ここ最近ですよ。うまく乗れるようになったのはね、 SK 入ってからですね。 SK 入る前は新幹線のチケットで2個買わないといけないんですよね。なんかなんだっけ、特急券となんか乗車券みたいな、なんで2個買わないのといけないのか全然理解できなくて。そう、 SK 入る前一人で新幹線乗ることたくさんあったけど、いつもピンポンってなったり、あの駅員の人に教えてもらって買ったりとかねしてました。なんか券2枚入れないといけなかったりする。最近はなんかくっついてて1枚でいけるけど、なんか2個同時に入れないといけなかったりとか、なんかちょっとルールが分からなくて、新幹線乗るのすごい下手だったんですよね。そう、難しい。あとなんかあの新幹線乗って、なんだろうな、車両の何番とかあるじゃないですか。1から15もあるのか、15の A とか13の C とか、そういう風に座席番号があるけど、なんかどっちあの新幹線の車両前と後ろにドアがついてると思うんですけど、どっちから乗ったら番号が近いのか、そういつもわからないんですよね。そうで、進行方向になっているのかなってないのか、だからいつもね、あの乗ったはいいものの歩いたりしますね。難しいんですよね、新幹線乗るの。ずっと難しいなって思ってます。そうそうそう、今はスマホで改札を取ること、え、そうなんだ。予約がしなんかちょっと難しいよね、ネット使う系のやつはちょっと非常に難しいですね。新幹線 400m もあるし、間違えて400、なんかその車両だけですよ。なんていうの、端から端まで間違えるじゃなくて、なんかそのなんだろうな、1個の車両のこのどっちか乗ったら早く席に座れるかなっていうので難しいかなって思います。しかも新幹線早いからさ、動き出すとさ結構立ってられないんですよね。ちょっとそれはね悲しいです。みんな詳しいね、たくさん新幹線乗るのかな。でも新幹線乗るのは嫌いじゃないです。てか新幹線のなんかなんだろうな、駅好きなんですよね。なんか駅好きです。新幹線がある駅が好きですね。すごいいろんな人がさいるからさ、人間観察するのも面白いしさ、そういろんな人がいるからさめっちゃ楽しいですよね。そう、普通の駅っていうより新幹線の乗り場がある駅がすごい好きですね。大きいキャリーバッグ持った人とかどこ行くんだろうって思ったりとか、もうなんかいろいろなんか楽しいんですよね、人を見るのが。そう、まあ普通の電車とかしか通ってない駅だと、まあ日常というかなんだろうな、そう会社の帰りとか、まあ、お買い物の帰りとか、まあ、地元の学生さんの学校の帰りとか日常感あるけど、新幹線がある駅ってなんかすごい
日常感がなくてなんか見てて楽しいですね。そうそう、区会の移動はほとんどしない。そうだよね、みんなはね、遠征してくださる人とかはね、そうですよね。三河安城駅通るよね。でも降りたことはないな。でも知ってる。名古屋の一個前が三河安城ですよね。しかも結構三河安城駅から名古屋駅って結構すぐポッてつきますね。降り立ったことはないです。新幹線の待合室、そう、新幹線の待合室とか、うちの最寄りの新幹線の駅は人少ない。え、そうなんだ、そんな駅があるんですね。でもやっぱ東京駅とかね、すごいですよね。いろんな人がいるからいいですね。名古屋駅もそうですけど、広島駅もそうですけど、そう、いろんな人がいて楽しい。新幹線で初めて広島降りて路面電車というものを知った。あら、まあ、三河安城駅はトヨタ関係の人が使う。え、そうなの？それは知らなかった。トヨタがあるのは。のぞみが止まる駅を、え、わかんない。のぞみとかこだまとかわからない、わからない、わからないけど、そうなんですね。この間ハローキティ新幹線、ハローキティ新幹線乗ってみたいですよね。そう、ハローキティ新幹線乗ってみたいです。ハローキティ新幹線はマツダスタジアムからしか見たことないですね。マツダスタジアムで試合見てると新幹線が通るんですよね。それでキティちゃんの新幹線通るとキティちゃんだってみんな言うから、豊橋駅にはブラックサンダーの路面電車、え、愛知県にもあるの？路面電車エヴァンゲリオン新幹線、え、そんなのあるんだ。それは知らなかったな。ついとコストコ、コストコは行ったことないですね。コストコ行ったことないです。行きたかったですけどね、家族が会員に入ってなかったので、ね、行けなかったです。うん、黄色の新幹線見たことある？ないです。黄色い新幹線なんだろう。ハローキティのドクターイエロー、え、何ドクターイエロー、わかんない。ヘイヘイドクター、ヘイドクター。あ、お花のアバターの人ハートありがとうございます。キティの前がエヴァンゲリ、あ、そうなんだ。ずっとあるわけじゃなくて、あれなんだ、この期間限定のラッピング用みたいな感じなのか。そうなのか、それは知らなかった。新幹線のお医者さん、難しいね。どういうことなんだろう。広島の路面電車いろんな種類の車両、他の種類は分かんない。ラッピングしか分かんないんですね。カープラッピングあります。路面電車も JR にもあるけど、すごい男の人がなんかよくかってるアバターの人、尊い、ありがとうございます。走
走りながら線路の点検とかする。どういうこと、すごいね。それは人が乗れないのかな。すごいね。ヘイヘイドクター、ヘイドクター。あ、オレンジのアバターの人、オレンジの服着たアバターの人、花束ありがとうございます。今は何とコラボしてるの。今はキティ、キティはもう終わった、キティは終わっちまった。キティが終わっ、エヴァンゲリオンあって、エヴァンゲリオンの前がキティだった。キティの次もないのかな。難しいですね。知らなかった、初めて知りました。あれ、私ってさ、昨日ってショールームやったよね。なんか連続してやってない時に、なんか連続でやりましたってテロップ出るのに、あ、連続してやってない時になんか連続3日みたいなの出てたんですけど、この前なんか2日連続っていうのは出ないのかな、わかんないな。怖い怖い。あ、そうだ、昨日ゼリー食べたんだ。今日ゼリー食べようかなって思ったけどね、寒くて食べたくないです。そうだ、昨日はやったね。テロップがなんか出ない時と出る時があるからね、分かんなくなっちゃった。なんか寒いよ。常温のゼリーってちょっとあれだしな。そうだね。でもあと半年以上賞味期限あるから、まあ急がなくても。じゃあ今冷やし中華出されてる。いや、冷やし中華はいらない、寒いですね。おでん食べたいです。おでんくん、おでんくん食べたいです。あ、お誕生日だって。昨日は常温じゃないです。ずっとあの箱ごと冷蔵庫に入れてるのでね。昨日ショールーム中にパソコンがバグって見えなくなった。あー、悲しい。箱いるの？箱いるよ。箱いる。ウィンナー巻きがうまい。え、わかる。私小学校の家庭科の授業でね、おでん作る授業があって、班ごとに好きなおでんの具決めていいよって言われたんですよ。そう。それでね、なんか班ごとに決めるから、それぞれどんな具を入れてもいいんですけど、私の班の中の人たちでね、おでんの具にウインナー入れる家があったんですよ。だからウインナー買おうよって言われて、私の家ではおでんにウインナーが入ってたことなんか一回もなかったからさ、信じられなくてさ、と思ってさ、絶対食べたくないって思ってたんですけど、一口食べたらめっちゃびっくりしました。と思って、世紀の大発見でした。美味しすぎましたね。ファンの名前っておでんの回ですか、ググったら出てきた。そう、なんか一時ね、なんかね、おでんくんにハマってたんですよ、私がね。そうで、なんか私のファンの人もみんな優しいから、おでんの回にしましょうみたいな時期があったんですけど、まあ飽きちゃいましたね。おでんブームが去ってワニブームになっちゃったので、なくなっちゃいました。おでんくんは今でも大好きですけども、なんかワニさんというそれを超える
ものが出てきてしまいましたので、そうそう、ワニにかき消されましたね。おでんを自分で煮込む、いや一人暮らしでおでんを作る人はそんなにいないのではないかな、ですかね。いやおでんくんはいっぱい好きですけどもね、おでんくんはすごい好きですよ。でもワニの方が、ワニも好きなんですよ。なんかそう結構一過性でしたね。でもおでんくんはもう殿堂入りで好きなので仕方ないですね。飽きたというよりなんか、なんかしっくりこなくなっちゃいました。馬に乗ったアバターの人、帽子ありがとうございます。おでん作るとしばらく、そうだよね、おでんは一人暮らしで作る人はなかなかいないかもしれないですね。やっぱコンビニでね買いますよね。やだ、なんか私ちょっとなんか鍋系はちょっとトラウマなんですよね。だから一人暮らしのこの状況で鍋とかおでんとかはもうしないと思いますね。そう、何回かしてめっちゃトラウマになったので、はい、なんか鍋を食べ進めていって半分ぐらいでふって我に返って、なんか鍋ってみんなでつつきながらワイワイ食べるのに私一人何してんだろうっていう気持ちにすっごいなって、虚無感に襲われてもう悲しくて悲しくて仕方なくなっちゃうのでね、なんか鍋系のものはね一人暮らしのお家では作らないってね決めたんですよ。決めたっていうか、まあなるべく、なんかなるべく嫌だなって一人鍋って、そうすごいよね。知ってます知ってます。最近でも一人焼肉とか、の一人鍋とか、お一人様ランチとかあると思うんですけど、私一人カラオケとかは全然行けるんですけども、あと一人野球観戦とかも一人映画も行けますけど、一人での食事がすっごい苦手ですね。そう一人鍋とか一人焼肉とかすごい苦手。なんか食べ物は誰かと一緒に食べたいんですよね。だから今毎日ご飯今も食べてるけど、誰かがいたらもっと楽しいのになって、家族とか友達とかいたら楽しいのになって思いますね。楽で、楽っていうより寂しさ勝つって感じですかね。そう、なんか美味しいねっていう相手もいないし、なんだかなって思いますね。一人野球観戦、一人野球観戦、まあ最初だけなんですけどね。そう一人で野球観戦しに行ってもなんか途中から一人じゃなくなるので、どっちみちそう、その辺の周りの人と勝手に友達になって勝手に一人野球観戦じゃなくなるので、分かんないですけど私はそうですね。何回一人で行ったかな、もう10回ぐらいは人生の中で一人野球観戦したことありますけど、行きは一人でも帰りはもうなんかそう、その近くの大人の人たちと仲良くなったり、おじいちゃんおばあちゃんと仲良くなったりして帰るので、そうそう途中らへんから一人じゃなくなりますね。みんな優しいんですよね。
釜山はどうだろうね、なんだろうね。さあでも、野球はどうですかね。でもカープとかは、あの会場前、あの席のね会場前とか開く前にまあ並んでたりすると、近くのおじちゃんが話しかけてくれたりしますけどね。オレンジの服の方、花束ありがとうございます。松坂大輔選手が、いや本当ね、本当そうですね。松坂大輔選手も引退して寂しいですね。でも11時になりますね。そろそろ終わりにしようかな。やっぱ外野好きかな。そうですね、どっちが好き、でもどっちもいいんですよね。内野は結構なんだろうな、ピッチャーから来る球をちゃんとなんか見れれる迫力とかあるけど、でも私は好きな選手が鈴木誠也選手っていう外野の選手なので、外野が多いかな。座るのは外野が多かった気がしますね。そうそうそう、両方楽しいんですよね。内野は結構キャッチャー、あのキャッチャーじゃない、そうキャッチャー側から見れるから、なんかこうピッチャーの球とかそういう楽しみがあるけど、外野はでも飛んできた球、まあ、ホームランにしろヒットにしろ球が自分ら辺にこう外野にいるからさ、こういる方に飛んでくるじゃないですか、球がホームランとかだと。だからすっごい盛り上がれるんですよね。内野も盛り上がるけど、なんか違う盛り上がり方な気がする。そう、内野の時は結構守備で盛り上がったりとかすることが多いけど、外野はもうすごい、なんだろうな、盛り上がり方が内野と外野にいる時は違いますね。そう、内野はもう守備とかピッチャーがいい球投げたらイエーイって盛り上がるけど、外野はとにかく飛んできた球で超盛り上がるみたいな、違う盛り上がりがあるから両方楽しいですけどね。でもそうって思います。やばい、そろそろ終わります。みんなありがとうございました。寒いので気をつけてくださいね。メール取ってくださってる方、メール今から送りますのでぜひ読んでください。ありがとうございました。ありがとう。ちょっと私は難しい知恵の輪を探す旅に出たいと思います。ありがとう。バイバーイ。